2023年全体の中国経済を占う上で5.0%前後という成長率目標を政府は掲げているわけですけれども4月から6月の景気が鍵を握るというふうに私は見ていますその景気の良し悪しを図る上で参考になるのが中国で混在する政府民間のメディアがそれぞれ発表する PMI すなわち製造業購買担当者景気指数ですこの2つの PMI から中国経済の現在地と見通しを読み解いていきます 皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所、客員研究員の片吉和です。本日もよろしくお願いします。本日もですね。 中国経済、まあ、経済に焦点を当てた話をしていきたいというふうに思うんですけれども、というのも、ですね、やはりあの私もこの動画でもまあ繰り返し申し上げてきているように、その昨年2022年の4月から6月というのは、中国の経済成長率0.4%増ということで、まさにあの上海市で2ヶ月間、ロックダウン、まあ、徹底したロックダウンですよね、もう人々が外に出れない、仕事もできない、物を買いに行けないっていう、まあ、もう徹底したロックダウンだと思うんですけれども、あの影響を向け 非常に落ち込んだのがこの第2四半期であったと、でやはりその2023年の中国経済全体を考えていく上で、やはりこの4月から6月のこの期間というのが極めて重要だということで、まああのまあ、この動画でもですねこのやはりその経済に焦点を当てた、まあ、丁寧な分析をしていきたいと、まあ、そういった意図からですね本日もこのテーマを扱うと、まあ、中国経済回復に遅れ、5月の PMI からまあ解説をしていきましょうということで考えています。 チャンネル登録そしていいねを押していただけると大変幸いでございます。本日もですね、パート1、2、3でいきます。パート1はですね、2023年、中国経済の鍵を握る4月から6月の景気動向と改めて考えてみましょうと。パート2としては、中国の景気動向を見極める上で、まあ、不可欠で 極めて重要なこの混在する2つの PMI というものが何なのかというのをお話しますパート3としては5月の PMI 製造業と非製造業の間にギャップがありますとやはりその需要不足というのが響いていますねとまあ、そういった話をしていきたいというふうに思いますお付き合いください 早速パート1からいきますけれども、まあ、先ほど申し上げたように、4月から6月の景気動向というのは、2023年の中国経済全体を考える上で極めて重要であるというのが、私のまあ基本的なまあ立場というか考えなんですけれども、まあ、の昨年のこの期間、まあ、4月から6月、0.4%増というふうにですね、大きく低迷をしたと、で今年それがどれだけ回復するか、まあ、非常にこう見ものですねということなんですけれども、まあ、実際、今年に入ってですね、 このゼロコロナ、まあ、もう感染防止ですよと、もうあの感染者ゼロにしますよという、まさにあの物議を醸したゼロコロナ策が、まあ、実質的に解除される中で、2023年というのはスタートしたわけですけれども、まあ、その1月から3月、まあ、第1四半期ですね、この期の成長率というのは市場予想は上回ったものの、まあ、前年同期で4.5%増という結果だったと、で昨年の GDP 成長率というのは3.0%増ということで、まあ、目標の5.5%前後に届かなかったという まあそこと実そことだと思うんですね実際今年2023年というのは5.0%前後という目標を定めてますので、まあ、仮にですね第1四半期の4.5%みたいな感じでいったら、ですねこれ、当然目標は達成されないわけですね。で実際にまあ私もこの期間、OECD とか世界銀行とかですね、まあ、IMF とか、ああいったまあ国際機関の2023年の経済予測などを見ても、ですね5.5%、まあ、前後ぐらいは。 あの世界経済、特にこう外需が低迷している中で、中国の外の需要ですね、ここが低迷している中でも、まあ、中国の経済、まあ、アメリカなんかは1%台っていう見方がほとんどですけれども、まあ、中国、5.5%、まあ、前後ぐらいは成長するんじゃないかというのが、まあ、国際機関の見立てなわけですけれども、ただそのためには、ですねこの第二四半期以降、やはりその着実にこう回復させていかなければいけないというのが現状だというふうに。 思いますその観点からすると、まあ、先々週ですかね、この動画でも申し上げたように、4月の生産、消費、投資、まあ、こういった指標というのは、予想を軒並み下回ったと。 いうことですし、雇用の動向を見ると、まあ、若年層、まあ、16歳から24歳、まあ、中卒、高卒、大卒の人たちの失業率が、まあ、調査できている範囲だけでも20%を超えると、まあ、過去最高を記録したっていうこともあるので、いろいろ不安要素が詰まってますねと、で直近でいうと、昨日6月の7日に発表された5月の貿易統計、これ、ドル建てですけれども、まあ、ですねこう輸出が前年比7.5%減。 マイナス7.5%ですねで市場予想は0.4%圏だったので、まあ、市場予想よりもかなり悪くなったと、まあ、これ世界経済全体が良くないということだと思うんですが、まあ、大幅に下回ったとで輸入はまあ予想例良かったもののマ、ま、イ、あ、ナス4.5%でしたということでやはりそのこの期間ですね中国政府が懸念をしてきたこの外需の鈍化という影響を直接的に受けたんじゃないかなというふうに思います、まあ、中国経済もですね決してこの鎖国できるわけじゃないですし当然世界経済と連動する中でこの成長していかなければ いいいけななっててうのが基本的な構造でですすから決してですね中国だけが良ければ、中国経済伸びるっていうわけではないと、まあ、いうそういう現実が、まあ、改めて浮き彫りになったなというふうに、私自身、えー、考えています。まあ、ですから、この2023年の成長目標である5.0%前後というのを達成するためには、やはりこの第二四半期以降、特に4月から6月が鍵を握るというのが私の見方ですし、まあ、今、この頃ですね、えー、そういった思いを新たにしているというふうに思います。 ここからパート2に入りますけれども、まあ、そういう中で、まあ、中国の景気動向をこうしっかりと見ていきましょうということなんですけれども、あのこれ、のこの動画で扱うのは初めてだと思うんですけれども、まあ、いわゆる PMI という数値がありますよね。 これはの製造業、購買担当者、景気指数というものであると、でこれ、当然 PMI ってあの、まあ、どの国にもですね PMI どうなったっていうことはあのあの、まあ、発表するわけですけれども、中国ではですねこの2つの PMI 指数というのが混在しているというのが実態で、1つが中央政府の機関である国家統計局がまあ公式な見解として発表する PMI、もう1つがまあ中国を代表する民間のまあ経済、金融メディアである、財信というまあメディアがあるんですけれども、 方が発表している財信 P.M.I. っていう、まあこの二つの P.M.I. があるということなんですよね。 でこの PMI の調査方法に関して、まあ、簡単に説明すると、要はですねその企業の購買担当者にアンケート調査を実施して、まあ、製造業と、まあ、非製造業、まあ、サービス業ですね、に分けて結果を集計すると、で算出された数値が、まあ、節目、まあ、分け目となる、ですね50を上回れば景気は上向いてますよとで、50を逆に下回れば景気は悪化してますよっていう、まあ、このですね景気の上げ下げというものを判断する指標であるということですよね。 でじゃあその中国で混在するまあ官民2つの PMI ってどう違うんですかっていうのをちょっとまたちょっと簡単に説明すると、ですねまずその PMI、その政府が発表している PMI というのは、製造業約4300社をまあ対象としていて、ですねかつその国有企業のえ比重が高いというのが特徴としてありますと、で一方で、在審 PMI というのは、これまあまあ一応まあ民間ですけれども、まあ、調査対象というのはまあ650社ぐらいで、まあ、あんまりあの政府と比べれば多くないんですけど つまりその標本の数がその政府の集計には及ばない一方で経済が比較的発展した全体的に発展したこの沿,岸部沿岸部における中小企業のウエイトが高いということなんですよね。 ですから、これもいろんな見方ありますけれども、景気の上下度、景気が良くなったか悪くなったかっていうところに、やはりよりこう敏感に過敏に反応するのは、やはりその民間の中小企業であることが多いという観点から、私の見方では、中国の民間企業であったりとか、海外の投資家は、中国の景気動向をよりこう実 実態に伴う実際のところを反映する数値という意味では言うと、まあ、政府が発表した PMI よりもこの財政、財進、PMI をま重視する傾向が見て取れると、まあ、つまりそっちの方が中国の景気の実態をよりこう真実的に反映しているんじゃないかっていうのが、大方の見方なんじゃないかなというふうに私は見てますし、まあ、私自身もそういうスタンスで2つの PMI をまあ比較、参考しているっていうのがえ現状です。 まあ、いずれにせよです、ねあのさ、先ほど私、繰り返し混在という言葉を使ってきたと思うんですが、やはりこの2つの指標は、まあ、いずれもあのどちらも中国の景気動向を示す、まあ、重要なものであって、まあ、見る側とすればです、ね、この政府からはこう出てきたけれども、民間からこう出てきたということで、2つありますから、当然です、ね、この困惑したり、混同したりすることっていうのはあるわけですけれども、まあ、この両方をです、ね、参照しながら、中国の景気動向を、まあ、可能なかぎりです、ね、こう実態、 に迫っていくというか、こう真実に迫っていくっていうまあこういうですね、まあ粘り強いあのスタンスがまあ我々見る側にとっても付き合う側にとっても求められてるんじゃないかなというふうには考えてます。<music> えここからパート三、じゃあ実際、えー、その P M I の数値どうだったんですかっていうことを、えー、見てみましょう。あの官民それぞれがですね発表した五月の P M I 数値を見てみます。えー、図表がポーンと出るというふうに思うんですけれども。 まあ製造業 PMI、非製造業 PMI。まあ PMI というのはまあ政府が発表した PMI。あと右側にあるこの PMI。こちらが民間のものですね。4つ数値が出てると思うんですが。 括弧の,、まあの中は4月の、えー、4月からどうなりましたかっていうものですねで、この評価で読み取れることって何かって考えると、まあ、主に2つあると思うんですね、えー、1つ目が PMI の数値、つまり政府が発表する PMI の数値が、5月の数値が4月を下回った一方で、財神の PMI のそれは上昇しているという点ですね。 もう一つは、製造業に比べて非製造業、すなわちサービス業の PMI の方が、まあ、あからさまに高いということですよね。実際にですねこの製造業、PMI、財政 PMI も48.8、50.9、一方で非製造業は54.5、57.1ということで、こちらの方が高いですねということですね。で、この2つのポイントを参考にしながら、まあ、この数値から、ですねこの中国経済の現状を見る上で、私が重要だというふうに考える示唆、まあ、インプ というのを3つ挙げてみたいと思うんですけれども、えっと、1つ目がです、ねえー、まあ製造業の景気感が不調であると、まあ、この結果から見て取れると思うんですね、まあ、その主な原因としては、まあ、素材価格、まあ、あの例えばその鉄製品とか石油燃料とかですね、その素材価格の下落が考えられると。 いうふううふに思うと一方で、特にその政府の発表する PMI が低迷しているというこの数値からは、その国有企業、まあ、大きな国有企業だったりとか、まあ、内陸部における企業がかなりこの困難に見舞われているんじゃないかというところが見て取れますと、2つ目に言うと、まあ、サービス業がまあそれなりに好調ですねと、まあ、特にその大型連休労働節が、まあ、あのゴールデンウィーク中国のです、ね、が5月の,あの頭にありましたので、まあ、そういった中で,です、ね、このまあレストランだったりとか、まあ、観光 交換連とかまあ、こういった分野の新規受注がまあ、追い風となったんじゃないかと。まあ、その中でですね。この感染を徹底的に封じ込めようとする。このゼロ、コロナを解除したっていう。このまあ、政策もある程度追い風をですね。さらにこう追い風にしたっていうところもあるんじゃないかなというふうに思います。で、3つ目にこの製造業とサービス業の数値にまあ、かなりですね。この明らかなギャップ。 え乖離が存在する現状というのは、やはり国家統計局、まあ、政府機関もですね繰り返し指摘しているように、やはりその経済が内的な原動力を欠いているという、まあ、需要不足に起因するんじゃないかというところが、このギャップを表しているんじゃないかなというふうに思います。はい まあそういった中、ですねあの今後の見通しというものをえ考えてみると、こちらも私なりに3つ考えてみました。えー、1つ目が、ですね、まあ、先週の動画でも扱ったこの新型コロナの第2波。 まあ、あの6月、も今六月ですけれども、六月の、まあえー、下旬に向かう中で、1週間、まあ、約6500万人ぐらいの方があの2回目感染すると、まあ、日本でも、ね、あの2回感染した方とかいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、中国でも第2波が来ているという状況がありますけれども、ただ、実態として中国当局がこのオミクロン変異株の感染拡大を食い止めるために、まあ、景気の回復と逆行するような政策を取る形跡は見られないこと。 これはまあグッドニュースと言えるというふうに思いますし、まあ、先週の動画でも申し上げたとおりです。もうロックダウンするようなことはしないでしょうし、ゼロコロナ策が復活するようなこともないと思いますよというふうにあの先週の動画で申し上げたと思うんですけれども、1週間経ってその見方に変わりはありません。でで2つ目にですね やはりそのなかなかこの景気が戻ってこないと、えー、外需もままならないしあの、国内の消費なども含めて、ですね需要がなかなか戻ってこないというような状況の中で、やはりその中国政府としては、これも3月の全人代であの発表されてますけれども、まあ、金融緩和、まあ、彼らは穏健な金融緩和と積極的な財政出動と、まあ、こういういわゆるその景気刺激支援策というものをまあ常にこう持っていると、手に持っていると。でそれを必要に応じ して、まあ臨機応変に発動させていくと、まあ、こういう見込みというのはずっと言われてますけれども、まあ今現在でも、まあ、そういう状況になるでしょうと。まあ、景気が悪くなれば、そういうですね、あの政府の政策ツールというものを使って、まあ景気を支援、刺激していくっていう、まあ、このスタンスにも変わりはないんだろうと思いますし、まあ、今後も適宜あの発動していくんじゃないかというふうには思ってます。まあ、特にその市民の、やはり住宅ですね。やっぱり不動産っていうのは極めて中国経済を占うより大事ですから、この市民の住宅購買欲を刺激するような。 中央政府からの政策、ここには私自身非常に注目しているというのが言えます。はい。で、3つ目、最後ですけれども、まあ今6月で、まあこれから夏にかけてですね、史上最多となる 1158万人の大学卒業生が市場に流れ込んできます。まあ、中国というのはあのアメリカなんかと一緒で9月入学で、まあ、5月から6月にかけて、えー、大学卒業式を皆さん迎えるわけですけれども、まさにこれからですね、学生から社会人になるっていうタイミングが、まさにこの6月から7月、まあ、この辺の夏にかけてなわけですね。ですから、その中でまさに先ほど申し上げたように、16歳から24歳の失業率というのは、下で過去最高の20%以上になっているということですけれども、これ それからさらなる上昇が予想されるということだと思います。この若者の失業率の上昇というのは、やはりその需要不足という昨今のま問題点をま構造的に深刻化させるまリスクとしてま中国経済を見ていく上で非常にこう懸念されるというふうに私は見ています。ですから先ほど申し上げ三つ申し上げた。 通りですね。あのまあ新型コロナ第二波たらロックダウンはないでしょうと。二つ目としては中国政府も景気を刺激支援する、えー、政策ツールをまあ臨機応変に打っていくでしょうと。で三つ目に一方で若者のこの失業率の上昇というのはまあリスクですよと。まあこの三つがですね本日のですねこの私が申し上げてきたこの内容からまあ言えるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ五月のですね生産投資消費指標を含めてまあこれからですねまだまだ出てきますのでまあその数値がどうなるのか四月と比べて どうなのかっていうところも含めて、極めてですね重要な時期に差し掛かっているという認識を私自身持ってますから、まあ、中国経済の動向からますます目が離せないねと、まあ、そういうことだというふうに思いますし、この動画でもですね適宜アップデートしていきたいなというふうに思います。はい 楽天証券の投資情報メディア、投資ルがお送りしております。えー、仮にですね、私の先ほどの話少しは、えー、参考になったなと思われた方はですね、ぜひ、毎度のことで恐縮ですけれども、チャンネル登録、いいね押していただけると大変幸いでございます。まとめにかかります。ご清聴ありがとうございました。